どうも、こんにちは。レッジ・クーツです。さっきのビデオは、アーブリストの仕事なんですけど、アスペンという木を切って下ろしました。今日僕は RC2000 と1000のローリングデバイスを紹介したいと思います。この RC2000 は、なぜ2000というのは、ワーキングローダー2000キロ。RC1000 はワーキングロード1000キロ。ほぼ同じ形のものなんですけど、作り方は似てます。RC1000 のチューブの長径は61ミリ。RC2000 というのは76ミリです。このチューブの厚さは5ミリです。両方とも同じ形のアンカーは2つあります。RC1000 は 3.6kg。RC2000 は 6.2kg です。ああ、重いじゃないかなと思う人もいるけど、実はそんなことないんです。で、逆に、もっと丈夫いものを作りたいと思ってから、この重さになりました。それとも、熱い鉄を使っていますから、そんなに熱くはなれないんです。他の、こういうようなポートラップとかそういうものと比べると、うんと得点がいっぱいあります。RC2000 と1000は、両方とも、ロードベリングアンカー、ボトムアンカーもあるし、トップの固定するアンカーもあります。RC1000 のは、下のウォーピースリングを使っています。RC2000 というのは、ダブルエステロンのイェールの19ミリのものを使っています。長さは8メートルぐらいあります。実はイェールはこの RC シリーズのためにスリングを作っています。長さがあるから何回も何回も巻いて使うこともできますし、大きいキーの場合は便利です。上のアンカーは実はワーキングロードというより固定するためだけです。だからもっと細いものを使っています。つけやすいし、仕事するときにはトップとボトム両方固定すると安全だし使いやすいです。RC1000 のマクシマムロープサイズは14センチ。2000の場合は16センチです。それがこの RC1000、2000は弱いからというじゃなくて、ちょうどこの太さが巻くと一番いい、あのロープにもいい摩擦があります。
ロープをつけるのは簡単です。上の四角いところの中には入れ込みます。そして今度、後ろの方に一回巻きます。そして今度は、その立っている棒のところの今度は前に巻きます。もちろん、テンションを取って、たらんでいるところを先に取ります。そして巻いて、巻いて、で、こういうふうに最後にその縦バーにテンションかけるとコントロールはとてもいいです。もちろん重さによると巻き方と巻く数も変わります。この上にアンカーしているというのは本当に贅沢です。普通のリギングのポータルアップとかそういうようなものはないです。もちろん RC シリーズは上を使わなくても使うことはできますけれど、他のポータルアップとか同じように足らんでくる場合もあるし、この上に使うと本当に安全で便利というのはつけやすいし、テンション取りやすい。リギングの場合は、たらんでいくのは危ないことです。そして、もう一つは、仕事しながら絶対たらんでくるんです。で、こういうふうに固定してないならば、ポートラップとかそういうものみたいなものだったら、近くまで来て、もう一回、たらみを取らなければならない。でも RC のは固定してるから遠くからでも安全な場所からその緩んでいるところは取るから安全です。もしこういう上につけなかったら普通のこういうデバイスというのはこういうふうにたるみがあるとデバイスが下に落ちてくるし、実は角度がおかしいから遠いところからアジャストもできない。たまにはこう緩んでくると上と下を元の場所に戻して固定してください。上の固定するときはキャラビンを気をつけてください。キャラビンのゲートとロープが反対側にならなければならない。使うときは真正面、まっすぐ使ってもいいし、いろんな角度から使うこともできます。もし仕事をする場合は、エラを上げなければならない場合だったら、もちろんフィルブロックは使います。こういうようにフィルブロックを使っていますが、実は RC シリーズのためのテンションプリもあります。このプリを使うと3倍の力を引っ張ることもできます。引っ張りながらでもテンションを取ることもできます。本当に楽にテンションは取ることができますが、使うときは気をつけなければなりません。一人だけの力でスムーズに引っ張ってください。こういうふうにガンガンガンしないでください。そしてこのプリはプルスウィックを使うから安全です。プルスウィックを使ってやってください。こういうようなグラブとかそういうものを使うとリギングロープも傷むこともあるし、実はプリのこういうフックする場所は壊れちゃうかもしれません。ちょうどプルスウィックを使うためにデザインして作られています。リーディングする場合は絶対テンションを取って安全にしましょう。今日皆さんはこの紹介ビデオを見てくださって本当にありがとうございます。レッジ・クーツでした。